さあ行きましょう。 YouTube を通し仲間を増やした色川とまでございます。今日のテーマは何でしょうか。今回はですねアスリートから起業家に転身した色川とまだからこそ話せる必要なこと3つということで3つ、はい、かしこまりました。トーマさん、まず3つ大切なものって簡単に説明するのが可能ですか。はい、簡単に説明をさせていただくと、やっぱり1つ目はやっぱり理念と出会うことなんですよ。チャレンジをしていく中で理念と出会いの理念が1つ目で、2つ目が、それをやっぱり実現していくためにはもっと広い業界を多角的に大きく見なさいっていうマクロを捉えろっていうマクロの視点ですね。で3つ目はですね、タイミングだね。タイミングを待つなというところだと思います。人生に早いも遅いもないということで、思った時チャレンジができる時にチャレンジするっていうのがあなたにとって最高のタイミングだよというところで、理念、マクロ、タイミングみたいな感じですかね、はい、3つで言うと。じゃあ今回はですね、その3つの必要なことを、もうちょっと詳しくトマさんから伝えてもらうので、まず1つ目の理念、はい、僕の経験を通してのことでもあるんですけれども、僕の場合はこの間の、自己紹介の中でも話した通り、野球が好きでチャレンジをしてメジャーリーガーになりたいと思ってアメリカにチャレンジしていったんですね。でそのプロセスの中で僕がアメリカにチャレンジして一番感じたのは、もし僕が今やってる野球とか見てるものを日本で部活とかスポーツとかいろんなことを頑張ってる人たちが見ることができたら、知ることができたら、人生の選択肢が増えてもっと心が楽になるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。っていうのは、その僕がチャレンジしてる、それこそ10年前の当時、日本は先進国の中でも自殺率、若者の、ね、自殺率が高かったっていうことで、結構僕の周りでも本当に悲しいことに自殺しちゃってしまった人とかも実際いてですね、なんだろうな、またはやっぱり苦しかった。いろんなことに部活やっててもその文化でも、学校で生きていくってそれだけでも結構なんか苦しい、なんか心がすさんでしまうというか、そういうことが多かった中で、僕がアメリカにチャレンジをして感じたことは、その子たちって僕も含めてそうでしたけどね、もっと早くこのアメリカの地で世界にはがこれだけ広くてこんな選択肢があるっていうことを知ってたら、人生違ったんじゃないかなということをやっぱり現地でつくづく感じたっていうのが、僕がまずは理念と出会いなさいと、理念と出会うまで好きなことでチャレンジを続けなさいと、でその先にそのやっぱり理念が起点となって、僕の場合だと次の世代を生きる子どもたちのために新しい選択肢を一つでも提供したいというのが、子どもたちの国際大会だったりとか、アジアンブリーズみたいなチャレンジだったりとか、あとは独立リーグっていう選択肢だったりとかっていうところで、野球を通して理念が軸になってやりたいことにチャレンジしてるっていうような感じがまず1個目ですかね、必要なこと。なのでアスリートは、その競技中にまず理念を自分の中で考えながら、いや難しい、それ考えるものでもないんですよ。やっぱり、好きで一生懸命夢中になってチャレンジしてる中で感じることってあるはずなんですね、人それぞれ。ああこれって本当はもっとこうした方がいいかも。で僕の場合だと19そこそこでアメリカにチャレンジして気づいたのは、あもっと早くこんな世界があるっていうことを知ってたら、もっと違う選択肢が人生にあって、もっと幅広いチャレンジができたかもしれないと思ったんですよ。だから次の世代の子供たちにそういうプログラムをやろうって思ったっていう期間ですね。だから本当にいいですよ、好きなことに夢中になるかもしれない。で好きなことに夢中になってたら理念となる何かに出会えるので、考えて出てくるもんじゃないですよね。だからよく起業したいっていう子たちで理念はなんだみたいなところで、こうでもあんまり考えるものじゃないかなって、なんか感情と近いものが僕はあるかなって思ってます。じゃあ2つ目、はい、マクロ、マクロの視点、はい。僕の場合はですね、やっぱり野球っていう業界でいうとメジャーリーグっていうアメリカがやっぱりマーケットとしては一番大きくて、でアメリカのその世界戦略というか MLB の戦略的にはもう本当に全世界にスカウトを派遣して、全世界をこういい意味でなんていうかな、マーケットとしてビジネスを生育成長させていきたいっていうところをのなんていうかな、本当にミクロの現場の現場の現場を僕は見ることができた、知ることができた、でその温度感を選手として見ることができたっていうのは大きかったなっていうふうに思っていて、やはり世界を見ること、大きな視点で物事を見ることで
それをしかも多角的に見ることで今世界で何が起きてて、で僕が今できることに置き換えたら何ができるのかっていう、本当にミクロの視点、大きなところから今の自分っていうところに振り返ることができる。さらにはその大きな視点の中、大きな業界の中での自分の立ち位置、現在地っていうものを知れる。でそれがあって初めて自分ができることにつながるっていうのが、この2つ目のマクロの視点で物事を捉えよっていうところですかね。じゃあ3つ目、はい、タイミングです。これはよくですね、僕中高生とかにも話をすることなんですけれども、タイミングっていうのは決めるものでも待つものでも僕はないなっていうふうに思ってて、君が今やってやろうって感じたその瞬間が勝負だっていうのが、このタイミングを待つなっていうことなんですね。で例えば日本で言うと、やはり四季があって、学校の入学が4月で、新学期が始まるのが4月であるように、多くの人は、その4月になると気持ちが晴れやかになって、新たな目標を決めてさあ行くぞというふうにスタートを切るっていうのは、こう社会の一つの仕組みとして当然ありだと思うんですけれども、じゃあみんながみんな4月の用意ドンと一緒に目標を決めることができて、気持ちをフレッシュにスタートできるかって言ったら、僕はそうではないと思ってるんですね。なんでいつも子どもたちにも話をするのが、今君がやりたいと思ったその瞬間が何よりも最高のタイミングだと。で例えばよく相談、学生、大学生とかから相談とか受けたりして、いやこういう風にしたいんですよねと、だったらやりなよって当然なるんだけど、多くはいやでも本当はもっと早くスタートしてた方がとか、例えばもうすでに競合がいて先にチャレンジしてる人がいるから、なんか僕今更スタートしても追いつけないとか、そういう問題じゃない。あなたはあなたにしか作れないコンテンツが必ず作れるから、だからあなたが今最高、行きたいと思うタイミングが最高のタイミングっていうのは、これは本当常々大人になっても思います。だから20歳で起業したから素晴らしいでは当然なくて、30歳、40歳になってからいろんな経験をして起業するのも当然それは素晴らしいし、だからなんていうのかな、そのもっとチャレンジしていいんだよ、飛び出していいんだよっていうところのこうハードルを下げてくれたらいいのかなっていうふうに思います。まあ、これ失敗しても経験にはなりますからね、本当におっしゃる通りでございます。でも思い立ったらすぐ行動ということ、あ、そういうことですね。タイミングは待つべきではないと。なんかよくあるんですよね、いや10月になったらとか、うちの野球の協会でも独立リーグの選手とかも、来年になったらアメリカにチャレンジしたいですとか、なんで来年と今の違いって何って僕はいつも言うんですけど、野球選手としての賞味期限としては若い方が絶対いいわけですから、なのにじゃあ1年待って20歳の方が21歳になったところでアピールするのと、20歳の時点でアピールする、まあ、当然みんなが言わんとすることは分かるんですよ。来年の方が自分がもっと成熟しててもっといい選手といいパフォーマンス出せるかもしれない。でも、チャレンジするなら早い方がいいし、ちゃんと現場を見た方が次のチャレンジに切り替えられるので、だから20歳でチャレンジして10回失敗して21歳で本気でもう1回チャレンジするのと、何もしないで21歳までとりあえず待って、自分ではトレーニングしたつもりで待ってチャレンジするのではこれ全く違いますよね。これって野球だけじゃないと思うのでね、本当に分かんないけど、例えばインターネットの業界って言っても、よし1年後にインターネットの業界にチャレンジしようって言って、自分ではインターネットってこうだって思ってても、実際物事スタートしてみたらいろんな、なんだろう、バグとかが出てきてどん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 改善しなきゃいけない、だったら絶対それって早い方がいいよねっていうところですよね。アスリートに必ず、起業家になりたい人だったりとか、これからビジネスに起こしていくのは、人には、この3つを磨きかければ、はい、そうですね。でだからそういう意味では本当にアスリートとしていろんなことにチャレンジできる期間ってマジでありがたい、そういう意味ではね。だから、なんだろう、その大学卒業してもなおアスリートとしてチャレンジする機会が特にアスリートにはある。なかなか一般の人は、ね、就職しなきゃいけなかったりとか、でも野球で何かにチャレンジしてるっていうのは本当にラッキーなことだと思うので、ただその期間をどう使うかによってその先の人生が大きく変わってくるので、そんなチャレンジはおすすめでございます。はい、
それでは最後にですね、今日の動画がいいねと思った方はぜひいいねボタンを押していただいて、あとはもっとこんな企画とかこんな話が聞きたいなんていうのがあったらですね、ぜひともコメント欄でコメントしていただくと、より多くの人にこう見ていただける可能性が広がるそうですので、そして最後にベースボールオンラインサロンという野球のオンラインコミュニティを運営しております。野球界に今のねマクロの野球界の話とか、野球界に今何が起きてるかってミクロの現場の話とか、あとはそこで仲間ができるというところのこうメリットが、ね、あるかなというふうに思うので、ぜひともスポーツの業界でスポーツビジネスで自分の生計をこれから立てていきたいと思う方はベースボールオンラインサロンへの入会もお待ちしておりますと、はい、いうようなところで、はい、チャンネル登録も忘れないでください。そうですね、チャンネル登録もですね忘れないでしていただければなと思います。そんなところでよろしいでしょうか。はい、また会いましょうね。バイバイ。